よっぽど狭い家でなければフランス人はほとんど全ての人がそういう寝かしつけ方をしていると思います。で、真ん中の子はよく泣いていた時期もあったんですけれども、もう我慢して抱っこせずにそのまま放っておいたら、もう夜ちゃんと寝てくれるようになりました。おやすみしようか。おやすみ。泣いていても疲れているときはもうほっといても寝るので泣かせておきます。